めっちゃお風呂上がりなんですけど。ね、扇風機は私の。え、なんでないんだろう。ちょっと。なんで？なんかなくなってるんだけど扇風機が。え？扇風機ないと無理。なんで扇風機なくなってんの？もうクーラーつけました。いつも配信30分ぐらいだけだからさ、いつも扇風機なんだけど、なんか今洗濯用に使ってるらしいんで使えないからクーラー入れた。はあ、髪の毛はね乾いたんだけど、前髪がパックしてたから、なんだっけ、なんか液がまだあってね、前髪が。え、前髪がまださ濡れてる。あ、見てみんな、オルフィス、これ撮影の時にいただいたオルフィスのピンです。私はなんか緑をもらいましたね。本当に最悪。ちょっと待って、みんなちょっと待ってください。もう乳液が落ちた。もう最悪じゃない、めっちゃちょっと待ってね、今からちょっとな、乳液が落ちた、もう拭きました。ケンタさん、緑の車ありがとうございます。アンパンマンさん、たい焼きありがとうございます。はじめもりちゅうさん、抹茶のたい焼きありがとうございます。さきおるなさん、たい焼きありがとうございます。のりぴさん、たい焼きありがとうございます。ムハマドさん、たい焼きありがとうございます。
たまパパさん、たい焼きありがとうございます。マーボーミルさん、たい焼きありがとうございます。ちょっとコメントを見ます。天神民でありがとうございます。プッチョかと思ってたって。オルフィス、それお扇風機欲しいんです。クーラー効くまでに、ね、結構時間かかるから。え、今日この前髪で学校行ったんですよ。そしたらもうみんな気づいてくれた。そりゃそうか、前髪切ったって。なんか私なんか触覚がないのが不思議みたい。みんな友達なんかさ、まだまだ今綺麗だけど、なんか学校行ったらすぐうねるんですよ。天神堂見てきたハート、 ありがとうございます。見に行ってくれた方たくさんありがとう。コッペどうも見てありがとうございます。髪質綺麗ありがとうございます。ほぼっていうかもう何もしてないです。あ、リップは塗ったけどね、血色がないから。涼しくなってきた。昨日天神堂を見に行きましたよ。感動もんです。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでね、乗れたので、本当に協力ありがとうございました。あの今回の なんだっけ、なんか今ラビリンスから出てるやつはあの参加できないので、あのなんかよくあのなんだっけ、ツイッターであの調べるっていうか見てたら、ココペ参加しないのかなみたいなのがあったんですけど、そう年齢で参加できないので、あの参加しようって思ってなかったんですけど、そう年齢でねできないので参加しません。ヘタさん登場してよ、ありがとうございます。約2ヶ月分の公演、お嬉しい、ありがとうございます。今天神堂見てきてありがとうございます。昨日ナイス食べてるチャットの写真の前髪素敵だった。あのお風呂上がったらなります。今はまだ濡れてるからまあまあ綺麗だけどね。コペドンすごい、ね、動画も写真もありがとうございます。ありがとうございますか言ってない、ありがとうございます。今日天神堂見てきて見てきたようかな、ありがとうございます。そう最近ジメジメでね、あて仕事休みだから天神堂の通称を取ってください。ぜひコッペ大変かな、晩ご飯の買い物して外に出たら土砂降り。さっきもね、なんかさ私も帰りがけめっちゃ空は晴れてるのに雨降ってて大変でした。前髪切ったメールみたいな、ありがとうございます。なんか語ってたらめっちゃ長くなった前髪について語ってた。ね、生誕祭の日までね、私も正直なところ、あのもっと期間がね長いかと思ってた。あのなんていうの、提出される期間が長いかと思ってたんですけど、
14歳以上で、そう、私の名前入ってなかった。入ってても、あ、やらないかなと思います。改めて天神堂おめでとう、ありがとうございます。嬉しい。そう、博多もね、あるので、さあ、見に行った報告待ってます。まかっちゃんチャーハンおにぎり食べたことない。あ、あれだね、こないだ言ってた、食べたいな。ペペチャとの風呂上がりの前髪もよかった。そう、ああなります。今からもああなります。ケンタさん、たい焼きありがとうございます。ペンギンとクマパンダもたくさんありがとうございます。クマパンダじゃない、クマか、ありがとうございます。博多なるなるさん、レインボースターありがとうございます。ホコくん、たい焼きありがとうございます。 HKT 超絶おじさん、抹茶のたい焼きありがとうございます。これ抹茶なのかな、私は勝手に決めつけてる。黒さん、ハートありがとうございます。ビリータンタンさん、たい焼きありがとうございます。赤く、待ってね、赤くる、赤くるカレおしさん、たい焼きありがとうございます。トモゾッペさん、レインボースターありがとうございます。自分もオルビスのパックやってみたいって。そう、この間黒いパックやったんですよ、オルビスの。なんかそう、黒いパックをやりました。なんかさ、こう見るとめっちゃ短くない？やば、めっちゃ短い。最近お風呂入って乾かすのめんどくさくてかな、そのまま寝ちゃう。私もね、髪の毛長くなって乾かすのめんどくさいんだけど、乾かさないとジリジリになるから頑張って乾かしてます。そう、今度の、そう、今週かな、今度の日曜日、博多誕生会です。初めて、もうね、5分スピーチ、違う、5分アピール、アピールスピーチ、わかんないけど、それはもう考えているので、そう、もう考えているので、お楽しみにしててください。初めての博多誕生会です。ドキドキ、楽しみ。長谷川さんの頃にちょうどいい長さになるのかな。どれぐらいね、の長さにするか、まだ全然ね、決めてないんです悩んで。コペドンでまたボード作るの、ありがとうございます。そう、触覚ないんですよ。でもいつもさ、こうやって編み込んでもらうんですけど、意外と髪飾りとかつけたら可愛いんじゃないって美容師さんに、あれ可愛いんじゃないってことで、ちょっとでもね、斜めに切ってもらったの、触覚の部分を斜めにこうやって。キムチチャーハンめっちゃ美味しかったです。パックしてる写真メール載せる、チャットで載せました、ちょっと前に。昨日チャーハン美味しかった。
自分味音痴なのかうまかっちゃんおにぎりや唐揚げくんのうまかっちゃん感が分かりません。どうなんだろうね、食べてみたい。これぐらいが好き。その中身の長さ、1月のクリナさんの生誕祭、クリナさんの生誕祭の方がもっと短かった気がする。普通にストレートにしても大眉だったから結構短かったと思います。ズーム楽しみにしてます。みんなからのおめでとう楽しみにしてます。知ってるファンの方たくさんですごいワクワクします。たくさんだったら、そうお楽しみにしててください。そうローマ字は読めるのであの単語とかになると分かんないけどね。これどんな考えでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ケンタさんハートとたい焼きありがとうございます。もうすぐで1年だね、やばい。めちゃくちゃ楽しみ。ペグッズいっぱい準備して、待っとってください。待っててください。待っとってくださいとか言わないのにね普段待っとってそこで待っとって、あ待っとって言うかも。そこで待っとって、うん、ともとぺさんたい焼きありがとうございます。のりぺさんたい焼きありがとうございます。髪の毛はね結構サラサラに頑張ってる。オイル塗って、友達に私のいいところってどこだと思うって言ったら、髪の毛がいい匂いのところって言われました。今日なんそれ、髪の毛がいい匂いのところって言われたんですけど、絶対まだありますよね。名前覚えてもらうためにヨッシーぬいぐるみ持っていきます。もう名前覚えてますけどね、ファンの方の名前はもう覚えてる。それ取っとって、あー言うかも。6期生ね、髪長い子いけど、待ってるちゃん合ってる待ってるちゃんって、なんかなんとかちゃんとかはカレンレンたちの方が使うかも、長崎の。あ、渋ちゃんとかめっちゃ使う、ななかちゃんとか、みんなさっき言ったちゃんとかめっちゃ言うかも。ケンタさん、緑のクマありがとうございます。髪の毛がいい匂いのところってなかなかのチョイスじゃないですか。だってさ、髪の毛いい匂いのところって言うけど、さ、どうやって匂うの髪の毛って。私匂われたことないんですよ、その友達に。髪の毛どう匂う。そう、みなちゃん、渋いちゃんめっちゃ言う。たまにね、みなちゃん指になっちゃういつも渋いちゃんなのに。クロさん、かわいい、ありがとうございます。学校ではポニーテールです。ここら辺でポニーテールしてる。クロさん、レインボースターもありがとうございます。
わしら、まあ、なんだ、何これ、わしらは、ね、待ってよ、どういうこと、わしら、わしらはけしていってはならない、思い方、どういうこと、わしらはけ、わしらはけして、わしらはけ、わしらはけっていう方言がある、ゆうきさんから髪の毛食べられたいんです。ゆうきさんから髪の毛を食べられたい。まだ食べられたことないです。関西出身やけど関西弁で話さんよって。なんか最近友達と話すときに関西弁ブームがね、来てる。みんなで関西弁で話してる。土曜日頑張って公演行ける。ああ、ぜひ待ってます。来てください。あ、わしらはね、なるほど、待って待って、もう一回言わせて、わしらは、あ、そういうことね。決して言ってはいけないね、褒め方って。わしらはでしたね、そういうこと、すいません、私のめっちゃ勘違い、読み間違い、すいません。博多町から当日配信の調整で見れないよ、アーカイブで見てください。恥ずかしくなってきた。すいません、私の読み間違いで。のりっぺさん、抹茶のたい焼きありがとうございます。コブラ完成、めっちゃなんかうまいよ、私使うの、ね、まずおはようって言いますね、まず友達に会った前の友達が、あ、じゃあ友達が言ってくるんですよ、おはよう、だからおはようって言って、まずおはようは絶対言う。私関西弁うまいよ。はんちゃんママの真似はハンナー。え、はんちゃんママのさ、ハンナーっていうやつさ、配信でさ、みんな聞いたことありますか、生で。え、キータンさん、たい焼きありがとうございます。クロさん、たい焼きありがとうございます。デージチュラカギって言った、喜ぶよって、お、言ってみようかな、覚えて。そう、ひじりさんいるんです、博多誕生会、嬉しい、写真撮ろう。生ハンナみんな聞いたことありますか。絶対言う、ハンちゃんママ、ハンナハンナ、置いときやぞこ。なんか何でも何でも言う、ハンナ知らんで、ほんま、ハンちゃんめっちゃ関西弁だよ、なんか普段お母さんとかと言うとなおさら、ハンナ今ここにおんねんとか言う。まあ電話してるときね、お母さんと。ハンナここにおんねんけど。そう。お、セーターアクスタ。ゲットしてくださいね。私一人取り残された、白い砂、ご機嫌斜めな恋のマーメイド。ショールーム。お母さんから LINE 来た、ハンちゃんのママから、見てるでって。 LINE 来ちゃった、ハンちゃんママさん美人だったよって。
LINE 来ちゃった。制作さんにペテープ持たせて引っ越しました。ごっこするね。ここに引っ越し。鏡見てるといつも一人で泣いちゃう。なんで泣いちゃうの。気まずい。もうちょい練習やなって。もうちょいじゃあ練習しよう。特訓。見てはりました。練習が必要ですね。頑張ります。ケンタさん、緑のクマありがとうございます。ハンちゃんからパッツン似合いますねってきた。ありがとうございます。結構みんなでショールーム見てくれてる。私のコーペなんてタクシー一緒です。一緒の日が多いかな。配信拝見させていただいてます。すいません、なんかみんな絶対お母さんの見てる。みんなで見てるよ絶対。キータンさん、たい焼きありがとうございます。親子で見てるんだろうね、きっと。結構ね、見てくれてる。結構な確率で。ハンちゃんモノマネなんやろ。ハンちゃんは美味しいものを食べる時のモノマネなんですけど、まあ、まず、まあ、美味しいものがあるとするじゃないですか。で食べるじゃないですか、こうやってうまいって言うんです。絶対あの止めるんですよ、あの間を。そんな止めるってぐらい止めるんですけど、まあ、食べるじゃないですか。でめっちゃ私の目をガン見開きで見てくるんです、こうやって食べて、ちょっとキョロキョロしだすんですよ、こうやって。まず目合うじゃないですか。でちょっとキョロキョロしだして、うまい、おいしいみたいな感じ。時が止まるんです、一回。だからあのそれを見てる私もこうやって止まります。だから一回時が止まります。みんな甘っぺのモノマネなんやろ。あんま一緒にいたらね、わかんないよ。なんやろ。かから、うん、朝私起きれないんですよ。ママ起こしてくれるんですよ、学校の日朝。でも起きれなくて、まあ、ベッドで、まあ、寝てるわけですよね。それでまあママ先下降りてて、本当にやばい時間になったら、ここら起きんかーって言われます。そんな感じ。あとない。ここら起きんかーいって言われる。あとなんかあるっけな。あんまりなんかモノマネができない、なんか口癖みたいなのがない。そんな感じ。朝は絶対怒られます。チャームの YouTube やってるかな。見てみてください。いつかのイベント配信でハンちゃんね、そうですよね。私のママは心指、たまにでも心かあんたか心か
まあ、妹がココちゃんって呼んでくるんですよ。なんかココちゃんって呼んでくるから、なんかそれなんか妹と話すときはちょっとココちゃん呼んできてとかは言うけど、普段は心ですね。心って言います。またコペンのもぐも配信しますパパのモノマネなんやね、調子なんねとかじゃあ、あの冗談で、あの調子なんねとか言いますね。調子なんねとか、あのなんかね、なんか冗談でいろいろ言ってきます。なんかなんでモノマネなんやそんな感じですかねいや、目覚めませんよそんなの。まあ毎日言われてるからもう覚めないです。起きんかーいって言われます、めっちゃでかい声で。ケンタさん、たい焼きありがとうございます。あさって用事あるけどコッペハンに会いに来てくれたけどぜひ待ってますでも用事も頑張ってください。ここちゃん呼びなんですよね。私本当はなんかさ、まあ、妹にさ、なんか保育園年長さんで生まれたんだけど、妹が年長さん年中さんぐらいで生まれたんだけど、他の保育園の友達はもう絶対じゃないけど、大体兄弟いて、妹とか弟が、それでまあお姉ちゃんとかお兄ちゃんとか呼ばれてるのがすごい羨ましくて、絶対お兄ちゃんとかお姉ちゃんで呼ばせたいって心の中で思ってたんですけど、いつの間にかここちゃん呼びになってました。え、みんなあんたって呼ばれる、私結構あんたって言われるんですけど黒さん尊いありがとうございます。優しいのは、優しいのは多分パパだけど、ちょっとパパはちょっと面倒くさい時があるので、もうどっちもどっちですかね。そうだよ、お金がボイスメッセージ欲しい聞いたさん、たい焼きありがとうございます。よし、じゃあ間違えた ランキング読んでいきたいと思います。じゃあ13位から読みます。13位 KHK さんありがとうございます。12位京香野黒さんありがとうございます。11位森翔さんありがとうございます。10位博多寛平さんありがとうございます。9位エルグリム、よくくれた、飲むのも優しいし、まあ、すいません。9位エルブリューロさんありがとうございます。8位博多なるなるさんありがとうございます。7位ムハマロさんありがとうございます。6位キーターさんありがとうございます。5位マーボーミューさんありがとうございます。4位ノリペさんありがとうございます。3位ハジモリチューさんありがとうございます。2位クロさんありがとうございます。1位ケンタさんありがとうございます。モーノが優しいしって言われました。まあどっちもどっちです。はい、ありがとうございました。じゃあ、やばいやばいすいません、じゃあ面白すぎるな、ありがとうございました。なんかさ、夜の時に階段登ろうとしたからさ、来るなと思ったんですけど、やっぱ来ましたね。はい、ありがとうございました。はい、バイバイ。はい、ありがとうございました。